ルノー RE20 は、ルノースポールが1980年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、フランソワ・キャスタンとミッシェル・テツ。RE20 は、グラウンドエフェクトカーとして設計され、ルノー・ゴルディに EF1 ターボエンジンを搭載した。同エンジンは 520bhp を発生したと、される。当時は、V 型8気筒を3リッターのフォーード。 コスワース DFV が広く使用され、ルノーのターボエンジンは 560BHP を発揮するフェラーリのものより出力で劣っていた。オールフレンチを標榜するチームはタイヤもミシュランを使用した。当時のフランス系チームはドライバーもすべてフランス人を起用していた。1980年の RE20 はジャンピエール・ジャブイーユとルネ・アルヌーがドライブし、81年はアルヌーと 前年に、マクラーレンから F1 デビューしたアランプロストが j a ブ e u に代わって起用された。RE20 は1980年シーズンに3勝を記録した。アルヌーがブラジルと南アフリカで2勝、j a ブ e u がオーストリアで1勝を挙げた。改良型の RE20 バイトは1981年シーズンの序盤5戦に使用された。その後は、 新型車のルノー RE30 が投入された。1981年の48ポイントはルノー RE30 によるもの。ありがとうございます。